こんにちは、土岡です。墨の町の城を続きやっていきましょう。さあ、いよいよですね、5人組5連トロッコを作る素材は揃ったので、ゆりちゃんに話しかけてみたいと思います。ゆりお姉さん、材料持ってきたぞ。持ってきたよ。よし、早速発明しちゃおう。しんちゃん、そこのアットヒラメーターに集めた材料を投げ入れて。ははーい。ははーい。なんか、はい、それお手手がありましたね。猫の手みたいなやつ、マジックハンド。よし、どんなのができるんだろう。じゃじゃーん。おお。お手手どこ行った？できたよ。五両編成トロッコ。名付けてコチョコチョファイブ号よ。何コチョコチョファイブって。でもどうしよう、乗る人が足りない。ガンさんたちはプラントに救出に行っちゃうし、息の合ったメンバーでないと勝てないと思う。手品師のおじさんもそう言ってたぞ。息の合った5人か。誰だろう。考えていてもしょうがない。町のみんなに声をかけてみるしかないわ。五両編成トロッコ、どうしたらいいんだ。ここから先はセーブができなくなります。息の合った5人か。しんちゃん、誰と気が合う？ゆりお姉さんとならほら、何でもできるぞ。でも私トロッコ苦手なのよね。どうしたらいいのやら。あ、なんだこれは。お知り合いの石4つも。こんなにたくさん、いつの間に。すごい。シロ、どうしたの？そっか、しんちゃんの時みたいに4人を連れてくるってことね。どの4人を？確かにそれは名案ね。でも今から間に合うかしら。どこ加えたの？ありがとう、シロ。どうしたの、ユリお姉さん。昔を思い出していたの。兄さん、昔はあんな風じゃなかった。私がまだ小さかった頃、兄さんは公園で生まれたばかりの子犬を育ててたの。毎日公園に通っては、その子にご飯をあげてたんだ。なんで公園で？シロみたいに一緒に住めばいいぞ。その子、黒い子犬だったの。私たちの家、ムダステール家は古くから白い犬を重んじてきた家系。ほう。当時は黒い犬を飼うなど決して許されなかった。なるほどな。そんなの変だぞ。そう、古い伝統を何一つ変えてはいけない厳しい家だったの。その反動みたいな感じ。内緒で飼っていたのが見つかった次の日にはもう公園からいなくなってたんだって。それから兄さん、あんまり笑わなくなっちゃった。しんみりしちゃったね。こうしちゃいられない。ベストなチームを作らないと。あれ、シロは？そういえばさっきから見ないわね。どこ行っちゃったの、シロ。あれ、いないぞ。まあ、俺を置いて帰るなんてひどいぞ、シロ。どこ行っちゃったんだよ。誰連れ、こっち側の人を連れてくるってことだよね、多分ね。お知り合いの石。いい石だ。シロ、帰ってこなかったぞ。え、またか。しんちゃん、ここのあたりないの？多分、住の町だぞ。ほら、探してくる。
炭の町？炭の町はてなはてなだよな、ミサイさんたちは。ちゃんと白がいなくてもこれは乗れるんだね。到着。なんかいつもいる白がいないとちょっと寂しいな。ないじゃん。シロ、どこ？ダッシャーリカップが間もなく始まります。皆様、レース場にお集まりください。なんだって？ゴーゴー、レース場行かなくちゃ。わー、いいね。ユリお姉さん、これかっこいいぞ。合体ロボみたい。ダンシャーリになんて負けやしないよ。そうだよ。オラダバ、バンダイサしか座ったことねえからな。オイラには小さすぎない？あ、落ちないかな、オイラ。絶対入れないでしょ。このメンバーで行くしかない。みんな頑張って。いでででで、で腰、腰、オラには無理だ。ばあちゃん何言ってんのさ。こんなの気合と根性よ。オイラには乗れないよ、これ。壊しちゃうよね。さすがに付け焼き刃か。こんなチームワークでは兄さんに勝てない。だよね。あっあっ、うわー、後ろ奇遇ですな、しんのすけ。え、まさか風間くんじゃん。おお、しんちゃん、まさかの。おお、風間くん、お久しぶりぶり。お久しぶりぶり。みんなも登場しないのかと思ってた。ともあり、遠方より来たり。おお、坊ちゃんも。シロが小さな電車に乗ってきたの。あっあっ、みんなで遊んでたらいきなり電車が来て、僕びっくりしちゃった。おお、これお知り合いの石、シロがくれた。キラーン。カスカベ防衛隊全員集合ですな。話は聞いた。しんのすけ、早くレースの準備をしよう。これは心強いぜ。隅の町の諸君、お集まりいただき感謝する。ただいまよりダンシャーリカップを開催する。いよいよね。このレースは無駄ゼロパーフェクトタウン計画のクライマックスとなるだろう。コースもパーフェクトなものを用意した。ご覧いただこう。喋りの癖が強いな、ほんと。どんなコースですか？僕もトロッコレースやってるからよくわかるけど。え？何これ？なんで？なんで開いた？ペットボトルが。なにこれ。おお、とんでもない銅像が出来上がってんじゃねえか。本当に手品だった。さあ勝負を始め。いや、コース見してよ。コースじゃなくない、今の。プラントで見た貯水タンクだわ。あっちの方がよっぽど無駄でねえか。ガンさん、早く地下のプラントへ。おうよ。みんな聞いて。ダンシャーリのトロッコには弱点がある。ほう、よく聞いとかなくちゃ。乗ってる人たちには感覚が残っている。確かに、しんちゃんがくすぐった時おじさん笑ってた。レース中にくすぐってみて。
アラカンタンのパワーが不安定になってバランスが崩れるはずだわ。なるほどなるほど。こうやってくちょ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 よくあるやつよくあるやつ僕で試すな。そんなことやってる場合じゃないでしょう。もうレース始まっちゃうよ。いざ勝負の時。私こんなゲーム知らない。おお。いくぞ春日部防衛隊。スワコタキいくぞ。ファイヤー。身ぐるみ剥がされちゃった。断捨離カップ特別なルールの断捨離カップでは体力がなくなるとゲームオーバーになってしまう。なんだって断捨離家の攻撃を避けながら X で部下たちをくすぐって全てのマシンを暴走させましょう。 X でくすぐりか。オッケー。これでいいかな。お金ないもんねよし、まあこれで大丈夫でしょう。 X でくすぐる。よし、それだけ覚えとけばいいでしょう。あんまり早いやつじゃないけど。おお、すげえ。え、思いのほか。行くぜ。うわー、ちょこちょこちょちょこちょ。なんだこれ。やってやるわ。行くぞ。はい。行くぞ。えい。やってやるわ。ほらほらほら。ゴーゴーゴー。キャプーン。まだまだ。なかなかやるではないか。結構ダメージは与えたぞ。行くぞ。行くぞ。はい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 。あ、間違えた。こちょ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 アクションスクリーンおお、どうだ。動かんぞ動かんぞじゃないよ。みんな、今だ今だ。何を。行くぞ。やってやるわ。おら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 こちょ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 。おいおい、爆弾もおら。負けないぞ。聞いてるぞ。ほらほら、こちょ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 。行くぞ。はい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 。切る。ずっとずっとこちょずっとこちょこちょしてやる。負けないぞ。バンバン。動くな。おら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 。ゴーゴーゴー。ちょ、くちょ。行くぞ。えい。おら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 。あいて。いてててて。やばい。やられず。僕なら大丈夫。こんにゃろ。セカンド負けるな。うん、ありえるわけがないのか。なんだこの、なんだこのこちょこちょ。おいしいぞ。なんだなんだ。みんな、今がチャンスよ。よし、チャンス。ほら。ほらほらほら。ずっとくすぐりだ。なんだこれ。ほらほら、もうだいぶだいぶダメージ食らってるよ。この私が。またった。私は負けるわけにはいかんのだ。全然全然弱いや。ほら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 。任せろ。これで終わりだ。あ、なんかやばそう。アクションスピーム。ほらほらほら。はい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 
完全に排除する。やべ、ちょっと、やべ、もう、HP ゼロじゃないの、まだ。もう HP ゼロみたいなもんじゃん。行くぞ、もう少しだぞ、しんのすけ。よし。くちゅ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 。おい、来いや。ガンガンガン。いやいやいや。無駄を完全に排除する。これが来てから、やってやるわ。はいはい、おいで。追い抜いた、おいで。ほらほら、よし、来たぞ。そんな、バカだ。おもろ。なぜだ、はぁ。ドーン。刺さった。あー、一番嫌なところから出てきた水たちが。顔面、泣いた。カエル石と一緒、カエル石になりました。うぅ、手品師のおじさん泣いてるぞ。泣いちゃった。あの貯水タンク、炭鉱から出る大量の地下水を吸い上げてたんだ。大変、このままだとここは水に沈んじゃう。みんな逃げよう。どうする。いって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 。はっ、俺はこんなところで何をしてたんだ。みんな正気に戻り始めちゃった。ここは誰。どこ。私としてことか、少し意地になりすぎたな。なんてことだ。私の美しいモニュメントか。このままでは地下のプラントが水没してしまう。母さん、無事？ユリッペ、まだせだな。全員無事に救出してきたぞ。ナイス。それよりよ、このありさまは一体何としたことだ。これじゃ俺たちの炭鉱が全部水さ使っちまう。ガンさん、とにかく今はみんなで逃げよう。大矢倉なら水も上がってこないはず。ガンさん、みんなを早く誘導して。みんな、早く大矢倉へ急げ。大丈夫だ、エレベーターは生きてる。みんなでてっぺん行くの？兄さん、大丈夫？怪我はない？私の合理的で美しいプラントが、私の夢が、私の理想の街が。兄さん、しっかりして。もうここは沈むわ。今は逃げるの。煙のない美しい町、重労働からの解放、小さい頃からの夢だったんだ。大丈夫よ、私に考えがあるの。お前に何がわかる。炭鉱もプラントも沈んじゃうけど、アラカンタンのエネルギーであの湖を沸かせば巨大な温泉になる。何を言っている。みんなに大きなお風呂で汗を流してもらうのよ。その汗でアラカンタンを生成してまたお湯を沸かすの。観光客も来るだろうし。それに、なるほど、一切の無駄がない。完全に合理的よ。大丈夫よ兄さん、きっとみんなが手伝ってくれるね。
みんなと一緒に行こう、兄さん。さすが頭の回転が早いぜ、ゆりちゃん。ああ、僕たちのレース場が水の中だ。まるで湖だ。あららら、温泉にするったってさすがに大きすぎやしないか。めちゃくちゃ大きい、本当に。わげのに情けねえこと。始める前から泣き言を言うやつがいるってか。大丈夫だ、ゆっこのことなら私に任せる。でも疲れ婆さんとこ繁盛しなくなっちゃうよ。疲れ、こんなバカでっけえ温泉、おめえだけでは無理だ。ばあちゃん、俺もやるよ。温泉、俺も手伝うよ。ユタ、おめえ戻ってきてけるのが。じいさん聞いたが、ユタが、あのユタがよ。おいおいおい、ばあちゃん。でも俺夢は諦めねえ。ここに小さくてもいいからみんなが楽しめるトロッコレース場を再建するんだ。つかり、いい話だねか。おし、オラたちも手伝うぞ。炭鉱が沈んじまったらおまんまの食い上げだからよ。んだべ、みんな。おう、なんだか忙しくなりそうだね。おいらはお土産屋にでもくら替えしようかな。なんだこれは。少年が無駄じゃないと言っていたのはこういうことか。すべてには無駄がないのだ。すべての事柄はすべてに結びついておる。無駄なんて一つもない。すごいことになっちゃったな。ほら、ダンシャーリーの像も水に沈んでいくよ。ダンシャーリーの像はもう…手品師のおじさん、まるで温泉に浸かってるみたいだぞ。確かに、顔中穴だらけでしょ、もうだってあれ。ほんとだ、なんだか気持ちよさそう。スミちゃん、さっきから具合が悪そうなんだ。どうしたの？お知り合いの石の光、前より弱くなってる。僕のもだ。お知り合いの石。しんちゃん、この町を救ってくれてありがとう。いや、それほどでも。サミの町はきっといい町になるね。あっ、シロ、みんなを連れてきてくれてありがとう。みんな、あなたが言ってた通りだった。仲間ってすごいね。え、羨ましい。どうしたの？スミちゃんも俺たちの仲間だぞ。ありがとう、みんな。そろそろお別れみたい。スミちゃん！スミ…どうしたの、兄さん。どいてくれ！まさか、あの子なのか。え、犬なの？まさか。黒なの？スミ、懐かしい匂い。僕のことを覚えているのかい、スミ。消えちゃった。
ちゃん消えちゃった。スミ、あなたあの時の子犬だったの。スミ。なんという。シロ、泣きたい時は我慢しなくてもいいんだぞ。お知り合いの石、光が消えそう。ねえ、これが消えたら僕たちどうなっちゃうの？僕たちきっとこの石の力でここに来られたんだ。そうだよね。ってことはどういうこと？そりゃ光が消えたら僕たち帰れなくなる。そういうことさ、きっと。早く帰ろうよ。それはやばい。スミちゃんから何も聞いてないぞ。しんちゃん、何もないけどこれを持っておゆきよ。なんだろう。あら、お品書き。あたいとしんちゃんの大切な思い出だよ。しんちゃん、まだゆっこさつかりに来いな。待ってるからよ。おう。ふふーい。しんちゃん、住の町は兄さんとみんなでいい町にするから絶対会いに遊びにおいでよ。どこの町なんだろうね。待って、来るぞ。またね。またね。またな。女の子にしか返事しないっていう。またね。風が吹いたか。どういうこと？どこに来た？ここは春日部？もしかしてこんな遊具なかったけど、秋田には。いつもの公園。無事に戻ってこられたんだね、僕たち。よかったよかった。しんのすけは？どうせシロも一緒でしょ。大丈夫よ。それにしても不思議な町だったね。光消えてる。やっぱりそうだ、この石の力だったんだ。きっとこの石が時空をつなげたんだよ。スミちゃん、スミちゃん、なんだしら、くすぐったいぞ。しんのすけ、起きろ、しんのすけ。じいちゃん。分厚。ズボンが分厚。びっくりした。ゆりお姉さん。なんだ、寝ぼけおって。そろそろ夕飯じゃぞ。今日はばあちゃんお手製のきりたんぽ鍋じゃ。じいちゃん先に行ってるぞ。おお。数日後。
あらタワーのやつ。すごい、公民館でパーティーだね。しんのすけくんの鶏たんぽカレーすごくいいね。この通り町の人たちにも大好評だよしんちゃんの方が売れてんじゃねえの僕本格的に鶏たんぽカレーを売り出そうと思ってるんだ。おい盗むな、盗む気か。和子さん手伝ってくれるかな。え、ぜひともしょうがないな、あげちゃう。さ、カスカベに帰るぞ、しんのすけ。おお、もう帰るか。鶏たんぽカレーを商品化したいからすぐ戻れって、うちの会社も無茶言うよな鶏たんぽカレーあれをマジか。しんのすけ、待っとれ、今度はオーラがすぐに遊びに行くぜ。あ、もうお別れパーティーなんだこれ。しんのすけなんて嫌いだもん。なんでよ、どうして花のやつ、しんのすけに帰ってほしくなくてずっとプンプンしてるね。正直そんなに仲良くなってないんだけど。必ずすみちゃんの方なんだけど仲良くなったのは。クイズしかしてないぞ。しんのすけ、カスカベに帰るんだってな。ごめんね、俺全然寂しくないし、エースだからな。追い抜いてごめんね一番悔しいよね。ちょっとしたぐらいだよ。ソラニーのカレー考えたんだってな。そうだよ、僕全然羨ましくないしめちゃくちゃ羨ましそう。二人ともめちゃくちゃ羨ましそうや。和子ちゃん毎晩遅くまでキッチンカーに通って、昨日も遅くまで鶏たんぽカレーの試作を手伝っていたのよね。あらまあ、ラブラブじゃん。なんだかラブラブな味がすると思ったら。絶対メガネ取ったら綺麗なお姉さんだよね。そろそろ電車の時間じゃないですか。僕の車で送りますよ。じゃ、そういうことで。あっさりしてる。お、エンディングですかね。そういえばなんか最初もこんな地球カレーじゃないけどワゴンと出会って始まりじゃなかったでしたっけ。なんか知らない人が来たみたいな。あー、エンディング始まっちゃいましたね。いやー、今回の僕夏、僕夏じゃないオラ夏か、オラ夏もいやー本当に面白かったな。なんか前作ももちろんやりましたけど、今作はねよりこうストーリーに焦点を当ててしっかりしたお話って感じがして、しかもね田舎の本当に懐かしい感じの街とこう不思議な炭の街を行き来してね、イベントがいろいろ起こっていく、しかもね登場人物もそこそこいて、でもごちゃごちゃしないでっていういいバランスだったかなと思います。普通にねキャラが立っててね、全部名前はうろ覚えな人も多いけど、あ、この人はこの人だっていうねいうのもしっかり分かっていい感じになんかシステムが構築されてましたね、前作も虫の小ささはね前作と今作も変わってないですけど、ね2回目になるともうキラキラ光ってないからマジでどこにいるのか分かんないんだよねすっげーちっちゃいの虫が。でもねこの新しい時の出た時の来たみたいなね、そういうのは嬉しいですね。やっぱりちょっと虫がねあと一つで魚がもう何匹か残ってるんでね、なんとかコンプしたいんだけどどうなるんでしょうか。その前にお願い事もねそのまま放置してるんで、そこら辺ちょっとやっていきたいかなと思います。今回でも最後にねマジ5人いつものねカスカベの仲間たちが来たのがやっぱ胸熱でしたね本当にその後の話も知りたいけどどうなるのかな、これあれなのかな、セーブ前に戻っちゃうのかなでっかい温泉はちゃんと活用されるんでしょうか。そしてその炭の町っていうのはどこの時代のどこの国だったのかね、ちょっと不思議でしたね。
何かこう現代のあれでリンクしたりもするのかな、この後に。ちょっとそこもドキドキしながら、そこはまた謎のまま終わってしまうのかどうなんでしょうね。いや不思議、もうなんか夢を見たかのような、うん、このルーティンがね楽しいんですわ。あの畑行って虫捕まえて魚取ってっていうこのルーティンで、ね、朝のルーティン、あんまりね動画じゃちょっと見栄えがないんでねカットしてますけど、ルーティンでね新しいこう虫が出てきたり新しい魚釣ったりする時のこのあの楽しさ、そしてねお姉さんに見せた時のいきなりねあの結構大金がドンと飛んでくる感じあの毎回あのすごく楽しくルーティーンさせていただきました。しかもねあの全然飽きることなく、あの本当に適度にねうまいことイベントが挟まってきて、あの動画的にもねあの区切りが良くて、あのすごくスッと楽しめるいいゲームでした。はい、これから先もね多分図鑑コンプで魚のキングサイズ、あとはお願い事のお料理、あの材料持ち、あ結構ねレアな魚たちを3匹ずつとか集めなきゃいけなくて結構これ大変そうなんですけど、もうクリア後にねもし少しだけの追加ストーリーみたいなのがあればそれもやりつつね、そっちもできたらいいんだけど、うまくできるんでしょうか、どうなんでしょうかね。ちょっとどこに何が釣れるかちゃんと考えていかないとダメかもしれないね。うん、あすごい古民家の古民家の人もこう関わってんだね。今ちょっとスタッフロール見てましたけど、おーすごい協力秋田県強い秋田がなんかね身近になりましたね。きりたんぽとかね、秋田のことが比内地鶏よく覚えましたこういうなんか土地が分かるっていうのもいいね、こういうゲームのいいとこだと思います。ということでエンディングは終わりましたけど、もうちょっとだけ続くんじゃ。うわいい風だぞシロ。風が吹いたな。おしまい。これどうなるんだろうね。一個戻るのかな、それともセーブデータからラストバトル開始前から始まります。なるほど、じゃあここに、おお星が出ましたね。はい、ということで次回からじゃあクリアの星がついたやつのデータからスタートしていきましょう。今ので分かりましたけど、温泉になったなる前のシーンを探索していく、そしてサイドストーリーをやっていくっていう感じですね。なので多分もう本当に少しやって終わりかなといった感じだと思います。ということでよかったらまた次回も見てください。クレヨンしんちゃんね、住の町の城めちゃくちゃ楽しいゲームでございました。検討される方いたらね、自分でやってみるっていうのも全然ありだと思います。よかったらまた次も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。